きでしょ。このコラボかわいいでしょ。この二人よだれだらけのガーナートボーイズ、おいしすぎるよガツンとパウダー。今日はスタラングをどうぞよろしく。これから始まるペコキンストーリー。ぷにゃ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 。いやみんなマジやばいペコですよ。やばい、開始30秒で髪型がもうぐちゃぐちゃになっちゃった。いや。湖池屋さんの湖池屋ストランドとのコラボのおかげでペコーラが超憧れているストロング動画クリエイターのヒカキンさんと生コラボ配信することが運できたペコイエーイ。いや入ってきちゃったなこのエリアに。入ってきてくれましたねこのバーチャルに。これはもう初じゃないですか、これ僕入り込んだの。実を言いますとヒカキンさん初なんですよ。しきたはい、はい、この称号一生自慢していきます。え、まず自慢してくれるってことか。むしろペコーラがヒカキンさんとねこうやって一緒の空間でこれで配信ができると。え、いいペコ、え、ペコーラもこれ自慢していいですか。え、もうもちろんもう自慢試合1個しましょう。もうまずヒカキンさんは VTuber さんとこういう生配信とかしたことありますか。まあ、あるんですけどそんなに頻繁にあるわけじゃない。あれなんだあるんだ。ちょっと嬉しい、なんかちょっと嬉しい、がっかりしてくれてる。なんかペコーラ初めてだけどヒカキンさん初めてじゃん。まあいいや、まあ、実際ちょっとここで謝罪をしなきゃいけないなっていうのがありまして、まあ、今回この湖池屋さんのねコラボでのペコラップってあったんですけども、実はペコーラのデビューした時からこの、まあ、ペコラップ自体は実は作っておりまして、その時にヒカキンさんとセイキンさんの名前を勝手に歌詞に使われちゃってたなっていうのを今謝罪したえ、どの回で俺それどんなのヒカキンの兄はセイキンっていう歌詞があってちょっと韻踏んでるな。そうです、韻を踏むためにどうしようなんかないかなって思った時にヒカキンセイキン韻踏んどるやんっていうのでちょっと勝手に数年間ずっと実は使わせていただいておりまして、今後ももしよければ使わせていただくことって可能だったりします。ペコですかね。そうだね、こういうまあ話はシビアなんでまあ使用料として湖池屋ストロング100袋ぐらいもらえたらはい許しますよ。わかりました。必ずこの後100袋するのでペコラップこれからもじゃあ使わせていただいてもいいですか。はいもう後ではいがっつり住所を押してるんでそこ送りつけてもらえたら。でもこれはもうこれで今後使ってもまあ何もOKってことペコですよね。あそうですね、もうヒカキンセイキンデカキンくらいまでいっちゃってもいいです。デカキンさんも使っていいのですか。全然韻踏んでるんで。確かにこれいい。いやでもよかった。